GCS-1 を装着したマーク82-91式爆弾用誘導装置は自由落下爆弾に取り付けて誘導機能を付加する装置。別称は GCS-1。対艦兵器として赤外線誘導方式を採用しており、500ポンド爆弾用のものが I 型、3 4 0ラム爆弾用のものが2型と称される。 主契約会社は三菱電機、調達価格は一式あたり約1500万円程度。1979年に航空爆料幹部より研究依頼書、爆弾用誘導システムに関する研究が提示されて昭和55年度より部内研究に着手した。その成果を踏まえて昭和57年度に空爆から爆弾用誘導装置開発要求書が出され、 昭和60年度から、まず500ポンド爆弾用の装置の試作が開始され、昭和61年度から昭和63年度にかけて、技術試験が行われた。また、1986年3月に、開発要求書が一部改定されて3 4 1ラム爆弾用の装置も製作されることになり、こちらも昭和63年度から平成元年度にかけて、技術試験を行った。 そして、昭和63年度から平成2年度にかけて、航空自衛隊による実用試験が行われた。実用試験は、能登半島沖の G 空域で行われ、20ノットで、航行可能な半球形赤外線放熱ドームを持つ、遠隔操縦型の移動標的機を用いており、システム的なトラブルを除いて、全段命中を記録した。百九十一年三月、 装備審査会議調整部会において正式化が決議され、91式爆弾用誘導装置として正式化された。本装置は自由落下爆弾である500ポンド爆弾及び340キログラム爆弾に装着する対艦攻撃用の赤外線誘導爆弾キットである。構造は誘導制御部、新艦、操舵翼、安定翼部からなる。操作方式は CCD 方式の赤外線センサーを用いた放射状レティクルスキャンとされている。目標が発生する赤外線を捉えて海面温度差と面積との積の値が一定値を超えるものを補足してホーミング誘導を行う。また、体積外線妨害技術として温度差が異常に高いものにはフレア判定を行う機能も備えている。なお、諸外国の誘導爆弾では 画像誘導やレーザー誘導が一般的であったが、本装置であえて赤外線誘導が採用されたのは、搭載母機に特別な回収が必要ないことと、周辺諸国へ脅威を与えないように、地上、10日1秒以内にジャイロが立ち上がり、ほぼ同時にシーカーの冷却、姿勢角の安定、新艦のアーミングが完了する。3秒後にジャイロの安定、 シーカーの冷却がされるとともに無誘導での自由落下に入り、玉体が回転制御される。この後、誘導落下に移り、目標のロックオン判定などが行われ、熱源に向かう。ありがとうございます。